新妹魔王の契約者は、上、住みかつずり人による日本のライトノベル。イラストは、大熊猫助が担当している。角川スニーカー文庫より2012年9月から2021年3月まで、刊行された。2021年4月時点で、全世界シリーズ累計発行部数は320万部を突破している。主人公の少年が、新米の美少女魔王を、 ギリの妹にしたことで、魔族や勇者たちの戦いに巻き込まれていく物語で、ある。その中で織り込まれる、過激なお色気シーンが支持を集めている。原作小説第6巻後半以降は前、お色気シーンに写生描写及び塩吹き描写が追加され、使用される単語も、少しずつではあるが、直接的なものに変化していった。2013年5月、宮古柏による、 漫画版の連載が、角川書店の漫画雑誌、月刊少年エース2013年7月号より、開始される。2014年2月、木曽文博による漫画家作品、第2作、新妹魔王の契約者、嵐、が、白戦車の漫画雑誌、ヤングアニマル嵐にて、2014年ナンバー3から2016年ナンバー6まで連載。2014年3月、 アニメ化が告知された。勇者の里バチカン・ウィルベルト関連ゾルギア関連音犬派限、魔王派数キーン関連単行本は、すべて角川書店より、角川スニーカー文庫レーベルとして刊行されている。関数はローマ数字で表示している。新妹魔王の契約者作画は宮古家氏は、月刊少年エース上にて、 2013年7月号から2017年6月号まで連載された。単行本は角川コミックスエースレーベルとして刊行されている。少年誌であることを踏まえてか、主従契約の呪いをはじめとして、過激描写は多くがオミットされている。端末にいずれも原作者の上、住みかとキャラクター原案の大熊による、原作者後書きと漫画を執筆した都による、あ、と、が、き。 表紙カバー下に漫画、それいけ。マリアちゃんをそれぞれ収録している。新妹魔王の契約者、嵐。作画は、基礎文広。白戦車の漫画雑誌、ヤングアニマル嵐上にて、2014年ナンバー3から2016年ナンバー6まで連載されていた。ヤングアニマルにも出張掲載した。話の大筋は、原作と同様だが、 各ヒロインの登場時期やハサラとの主従契約に至る経緯の際など漫画オリジナルのイフストーリーが展開する。こちらは青年史連載作品のため少年エース版にオミットされた過激描写を復活さらに先に述べたように原作にないシチュエーションも追加もされている。2015年1月より3月まで放送された同年6月発売の原作発刊には テレビ未放送の第13話が収録された BD 付き限定版が発売。第12話において第2期の制作が発表され、新妹魔王の契約者バーストのタイトルで同年10月より12月まで放送された。2016年1月23日発売コミックス第7巻オリジナルアニメ BD 付き限定版にテレビ未放送の第11話が収録された。 新作 OVA 新妹魔王の契約者リパーチャーズが2018年1月27日より2週間限定イベント上映され2018年3月28日に発売された R15 指定興行収入は500万円新妹魔王の契約者嵐に関するカテゴリー新妹魔王の契約者バーストに関するカテゴリー 新妹魔王の契約者リパーチャーズに関するカテゴリー、ありがとうございます。